2022、えー、次のプログラムはです、ね「プレイヤーステクノロジーの進化と人間性の回帰」というタイトルで、えー、お届けしていきたいなというふうに思いますけれども、えー、向かって右手から元陸上選手僕はもともとはね同じ地域で子育てもしていたなという気配を感じるんですけれどもよろしくお願いします。はい、うん そしてゴールドウィン、このプログラム株式会社ゴールドウィンさんと一緒にプログラムをお届けしていくんですけれどもノースペース事業部、矢野真知子さん。よろしくお願いいたしますそしてですね僕は渋谷区観光協会でもフェローという形でねいろいろと手伝っていただいているホリスティックビューティー協会代表の岸辺子さんはいよろしくお願いします。はい ちょっとこの4人でね、えー、トークを、えー、させていただきたいなというふうに思いますけれども、えー、今年ね本当にこうビジネス界のトレンドが Web3 とかメタバースとか NFT とかでまあ第4次産業革命とかねソサエティー5.0とか、まあ、いっぱいこうちょっとねあのサイバー的な テクノロジーがどう,こう社会アップデートするかっていう、えー、お話が多いんですけれども今日テーマはカルチャーデザインというテーマなんですけれどもそのカルチャーデザインというテーマの中でそのテクノロジーで進化した社会の中で人間はどのような文化的なね生き物になっていくんだろうかということを少しこのセッションで深掘っていきたいなというふうに思っております。まず最初ににねそののののテクノロロジーの進化とと、まあ、ここ3年間ぐらいいででううコロナウイイイルルスス影響ラフタっていうのが大幅に あの変わったりそれに伴ってこう価値観が変わったりしたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもちょっと聞きやすいところは岸さん、はい、この3年間で自分の身の回りの変化とかねライフスタイルの変化とか私自身も実は渋谷生まれ渋谷育ち渋谷えとにオフィスがあってっていう感じでずっと渋谷で生きてきたんですけど。 この三年間の間に二拠点生活に生活、ねはい、シフトいたしました。はい、ちなみにタメスデさんもね、ちょっと生活拠点の変化も含めて。はい。そうです。僕も渋谷に住んでたんですけど、あの渋谷から引っ越してあの離れたところに行っちゃったんで、なんかもうあんまり今日ここに出られる資格は本当はないのかもしれないですけど<え>、<laughs> でももともとは子育て渋谷でやってました。はい。 それが大きいですね、変化でね、この頃でね、はい。こう、みんなが、こう、二人とも、こう、渋谷で暮らしてた渋谷の、こう、なんだろう、生活者仲間だと思ってたら、気がついたら。渋谷離れ。いやいや、あの、両方やってます。両,両方やってます <laughs>。矢野さんはどうでしょう、まあ、働き方がね、結構大きく変わったんじゃないかなと思いますけれども。そうですね、私もあの渋谷にオフィスがありまして、あの、以前は本当に週5日。 あのフルで出勤してたんですけれどもやっぱりリモートワークができるようになって子育ての両立ですとかあとは夫婦で子育てをあの役割分担することもできるようになったなと思ってますなるほどねやっぱこうリモートワークっていうのはかなりねあの僕たちに時間的余裕と心の余裕を与えてくれたんじゃないかなっていうふうに思いますけれども留末さんなんかかなり多岐にわたってビジネスもやられていて。 多分関係する人も多いと思うんですけれどもこのビフォーリモートワークアフターリモートワークでいうとリモートワークになってさらにできることが増えたとかあの人との関係変わったとか何かかありますかそうですねでも確かにあの釣りリモートワーク釣りみたいなことはまあ,ありえなかったですね昔はだったらミ釣りミーティング釣りみたいなことは絶対できなかったんでそれはありますしあとはやっぱり空間を超えるっていうかね あの昼まで日本のテレビに出てて夜はアメリカのなんかのミーティングに出るとかっていうのはちょっとなかったことなんでそういうのはすごい違いますよねで、うん、一方で、まあ、リアルで会うのは会うのでちょっと貴重な感じは出てきますかねなんかね「うん、本物だ」みたいな,なんかミーティング <laughs> 久しぶりに会うとそういうのもあって。 まあ、あですけど、やっぱり大きいですね。インパクトね。リモートの、ね。岸さんはどうです。その卓球店生活になって、でも仕事自体はね、別に変わってるわけではない,ないですか。そうですね。うん、あのー、やっぱり。こう、オンラインミーティングも増えたんですけど。うん、あの、リアルで、あのー、こう、長い会議に出なくてもいいとか。うん、うん、それは楽だったりするし。<laughs> <laughs> あのー。なんちうんですかね。ちょっとこう、そのリアルと。 えー、オンラインがあるおかげでミニマライズされるというか、うん、あの本当に必要なものとか本当に必要なことっていうところにフォーカスが当たってで、まあ、これは絶対リアルで必要だよねみたいなことにこう修練されていくみたいな感じっていうのもありました矢野さんは、うんあのー、働き方はね大幅に活つ今ね子育ても含めてって言いましたけどその子育てにとってポジティブな変化 ももししくはネガティブなな新いい発見みたいなものって何かかあります,かそうです、ね、私にとってはもう全てがポジティブだったなと思ってまして、うん、まあ本当にその通勤時間がなくなることにより、まあ、家族と過ごす時間も増えますしあとは今思うとなぜだったんだろうと思うんですけれど私だけが時短勤務をして早期先に帰って子供を迎えてたんですけれど、うん、まあ本当に今リモートワークで夫も家にいることができるとなった時に、まあ、本当に。 育児の参加と仕事のバランスというのが本当に5050 50になったなというふうに思うので本当にこの変化なしには今の私はなないいかなって思います、ねあの。ちょっと皆さんにね、あの子育て仲間として聞いてみたいなと思うんですけれども僕もね、実感としては子どもといる時間がめちゃくちゃ長くなったなっていうふうに思うんですよ。で僕にととっってはね、ちょっとね、ちょ こ,れまあこのまのま発言が記録されるとどうかっていうのはあるんですけど僕子育てってもう99%のストレスと1%の幸せな瞬間っていうふうにいつも言ってるんですね。でやっぱり大変だと思うんですよ。なんて言うんだろう理解レベルも違うから子どもの目線で話さなければいけなくてでだけれどもものすごい笑顔とか何かの瞬間に全てがこう洗い流されるみたいなまあそんな感覚があったんですけれども。 やっぱりこうリモートワーク便利なんだけど家にリモートワークするための,あの空間を作ってなかったからこういう時代にシフトする前はまあ基本的には外で仕事するっていう前提で家の中はみんな家族で一緒にいようねみたいな何て言うんだろうほぼ壁のない家みたいなのを作ってたんですよ <laughs> その弊害として会議してると子どもがめちゃくちゃ後ろに来るとか声が入るとかでそれをまあなんかよしとしてくれる。 仲間がの輪が,広が徐々に広がっていくとかみんながそうなっていくっていうのはすごいいいことなんだけれどもその集中力とこうなんて言うんだろう、あのー、のバランスがね結構難しいななんていうふうに思ったんだけれどもその辺は岸さんとかどう,どうかな、うん、やっぱ個室必要そう個室は必要ですね。で夫なんか見ててもなんか彼はその山の方で、あのー、もうリモートワークして。山山の中で山で <laughs> とかそういうふうにあのまあ電波さえあればみたいな <laughs> 感じで、あのーこうまあ、ちょっと自分のプライベートととか自然ととかとそのし仕事っていうのをなんかちょっと架け橋的にできたりとかっていう部分もあってそれは良かったなっていうふうに思うんですよね。であとやっぱこっ 子供が家にずっと居続けるかどうかっていうのもその年次によって違うじゃないうちの場合はもう中学生になっちゃったんで、うん、あのだいぶ子育ては離れていて、まあ、むしろあんまり寄りつくとなんかちょっとうざいって感じになってきちゃってるんですけど <laughs>、はい、なるほどね矢田さんあの例えばご主人とかはねあの同じようにこうリモートワークしてで子供のいる空間の中で仕事をすることに対して何かこう会話されたりありますか そうですねそれが限界で実は昨年の末に引っ越したんですけれども <laughs> その前は本当に一部屋で2人とも別々の会議に出て、うん、あと保育園がやっぱりコロナで休園になってしまった時が悲劇で同じ部屋で子どもたちが喧嘩をしたりとか泣き出したりとか、うん、やっぱりしていた時はすごく大変でした、ね、今ちょっと思い返してもつらかったなっていう <laughs> <laughs> 感じですね。田さんは、ねあのうん、拠点をまた そうち、ねうん、はあの僕は個室っていうか、うん、あの区切られた空間はあるんですけどねまあそれでもやっぱり会議中にね息子が入ってきちゃうとかありましたし、うん、でしたねでも確かにコロナの息子はコロナになった時は結局しかもコロナで元気がなければいいんですけど元気なんですよ <laughs> <laughs> それが一番大変でしたねもうなんかだから授業中あのじあの ななんていうかなクラスの時間を家で作ってで午前中は体育の授業で僕は体育の先生になってなんかやるとかそういう感じでしたけどまあでも大変は大変でしたねだからこのリモートで働き方が多様化した時代に合わせてあの暮らし方もね あの少しやっぱ変化していかなきゃいけないんじゃないかなと思って、僕はすごいチャンスだと思っていて、やっぱこの移動時間が劇的に短縮されたり、あの多分ね無駄な会議がめちゃくちゃ減ったんだと思うんですよ。無駄な会議がめちゃくちゃ減ったことによって時間的余裕が生まれたから、その時間的余裕の中でま何を考えたり何を学んだり、ま何をこう生み出したりっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、なんか僕が今ね。 えとテクノロジーがあまりにこう便利になりすぎて、えー、とすっごく危惧していることの一つはま,まずちょっと今子供の話を中心になってますけど子供たちがめちゃくちゃテレビばっかり見てるで動画ばっかり見てるんですよでゲームもめちゃくちゃやってる、まあ、僕もゲーム世代なんでファミコンとかいっぱいやってたんですけどにしてもちょっとね危険なぐらいでどうしても あの僕の場合今渋谷区で過ごしてるんだけどスマートフォンを渡してないとちょっと危ないなって思うから渡すじゃないですか外遊びに行く時もちょっと連絡取れた方がいいなと思ってでもそうするとやっぱね携帯電話にこう占有される時間がすごく多いっていうのはでそれをねなかなか言葉で言ってもこうマネージングできないなって思っていて、まあ、どういうふうに育っていくんだろうってかといってこれをそれを遮断するわけにもいかないなと思っていて。 リテラシーがやっぱ上がっていかなかったりねするからと思ってるんだけどちょっとその中でねあのやっぱ人間らしく育っていきたい人間らしく子どもを育てたい自分たちもね人間らしさをこう大切にしたいっていうふうに思うんだけれども、まあ、このテクノロジーのあのがあまりに便利になりすぎると人間らしさが退化していくんじゃないかっていうあの危機感を持ってる人も結構いるなっていうふうに、えー、聞くんですけれども何かその人間らしさをね保つのに ちょっと岸さんに最初聞いてみたいけど拠点を田舎って言っていいのかな郊外自然のある空間環境に移したことでどんな自分の変化であったり子の変化だっったたりあかなそうですね私は山梨にもう一拠点作ったんですけどそこでは畑をやったりとかちっちゃいサウナ小屋を作ったりとかそういうのをやって本当に地元の野菜とかをあの 買ってきたりととかすると決まるし自分たちで作ったものっていうふうにしたりとかなんかその本当にローカルな暮らし方みたいなのをそこでやっていてで子どももやっぱりその都会にいるとおっしゃるようになんとなくこう動画で、ねうん、過ごしちゃうみたいなところもあるんですけどもう向こう行っちゃうと。 なんかそれをやってるのちょっともったいないというか多分こうもっと身体的な五感を刺激するものがたくさんあってでなんかちょっと釣り行こうようとかなんかちょっと畑手伝ってよとかやったらやっぱりそれですごい夢中になってくれるからでなんかこうあの土にまみれたりとかして、うん、あの勝手に金活してたりとかするしなんかそういうあの五感を刺激する遊び っていうのが自然にはすごくたくさんあって、まああの遊び場みたいなものを特別に提供しなくっても、ああこういう本当に場に置けば人ってなんかあの原始的なものに戻るんだなっていう感じをすごくしました。ね、三井、うん、さんもね海辺の街に今拠点移して、うん、はいはいそうですね。こう自分の変化とか家族の変化とか、うんあ、ああの。 そうまあ、子もはでも明らかにやっぱり遊ぶよっていうか、うん、もう何て言うかなもう常時年中裸みたいな感じなんですけど <laughs> なんかそれであの出してますけどまあやっぱりそ,その豊かさはやっぱり違いますね複雑さっていうのかねどう考えても、うん、まあ単純に2次元なのか3次元なのかだけでも違いますし触覚が入るかどうかでもやっぱ違いますしそれはありますし。 あとはまあ今いただいたキーワードでいくとその人間らしさって僕もすごい重要なねテーマだなと思うんですけどもあの我々がなんか人間らしいっていう時になんか2個あると思うんですねまあ1個はあのそういう自然ほら人間ってもともと自然の中に生きてたじゃないっていう人間らしさですでもう1個はなんかあんまりにも野生児みたいにしてるとおいお前もうちょっと人間らしい暮らしろっていう人間もありますよね。だから多分この 原始的な人間っていう人間とあのなんか文化とかと一緒にこう強調しながら合わせてこれた人間みたいな,このなんか両方なんか人間らしいって呼んでる気がしててでこのなんかブレ方がちょっと著しくこっち来ちゃってませんかみたいなちょっとそんな感じですよね今のね問いかけは。確かにうん だから、うん、なんかどの辺のバランスなんだろうっていうのは確かにいつも考えるし、まあ、多くの場合でもイノベーションってどうもこっちの人間らしさっていうかテクノロジーとの間に生まれたりするんで悩まましいなっていいなうのは僕も思いますね矢野さんなんかはね多分ブランドを通じてあの人々をこうそれこそスポーツとか自然とかに誘うっていうことをやってると思うんですけれどもなんかそういうふうにこうお仕事の中でこう五感とかね 人をこう自然にいざなうことのある種の喜びとか難しさとか何か授業を通じたご経験ってありますかねそうです、ね、あの普段は商品企画をやってるんですけれども、うん、やっぱり子どもたちにどういう経験をしてもらいたいかということをまず一番にあの考えていまして、うん、であのよく私たちの会社では「セン戦争オブ・ワンダー」っていうあのレイチェル・カーソンのの著会をよくよ読んでるんですけれどもその中にやっぱり 知ることよりも感じることの方が絶対に重要なんだというようなことが書かれていてやっぱりそういった子どもたちに感じる場所を与えるような機会提供をしたいなっていうふうにいつも思っていますねなんか僕はブランドな都市生活が最近も長くなっちゃったんで僕ももともとはよだから窓を開けるとまあ潮風の香りがしてねで3分ぐらい歩くと浜辺で犬飼ってたんで。 あの散歩で小海とか行ってまあ寒くなったなとか暑くなったなとかなんかそういうのをこう肌で感じるっていうのがすごく多かったんだけどまあ都会ぐらいするとそれはそれで快適でねあのなかなかあのそっちに足が向かなくなっちゃった時期もあったんですけどなんか最近ふと子供が生まれてあの子供にお洋服を買いに行こうとかねいう時にまあ僕あのキャットストリートのえーとノースフェイスのキッズのところによく行ったりするんですけどあそこであの。 見える景色とかあの表現されていることとかがやっぱり子どもたちにこれ買ったんだったらちょっと山行ってみようよとか好き行ってみようよとかっていう行動スイッチになるなっていうのはまあ感じるんですそれはあらゆるノースペースだけじゃなくてブランドで、えー、とそういう,こうスイッチがあの都市部にはあるなと思ってるからなんかどんどんねそういう拠点がもっともっと前に出てくるといいと思っていてだからなるべくねこうインターネットの中でものを買うっていうだけではなくて。 街の中で拠点があることのブランドの意味っていうのはなんかもっともっとこう無限大の可能性があるなっていうのはねあのすごく感じるんですよね。でねなんかこれからの,そのなんか人間らしさを育てようっていう時に、えー、二項対立じゃなくてこれまであの僕たちが多分知ることのできなかった情報にアクセスするっていう、まあ、機能もあるわけじゃないですか。 だけど自然の中でしか学びようのないこともまあ,あったりするじゃないその岸さんなん多分あの両方をねこう行き来してるんじゃないかと思うんですけれどもインターネット社会のいいところだけれども自然環境の中に身を置くべきところそうですねなんかネット社会でいいなと思うのは自分がその情報を取りに行く っていうところで知りたいことをこう深掘っていけたりとかっていうのは私は結構よくやっていて、うん、でただなんか良くない点っていうとあれですけど SNS で本当人と比較したりとかってその他者目線みたいなのがめちゃくちゃ横行してそれで自分の軸を失ってる人も たくさんいるんで,でそれで苦しそうだなっていうふうに思うんですよねうん、うん、だからテクノロジーが進んでいくとかそのネットが進んでいく全然いいんだけどなんかそこに踊らされるなという感じはすごくあります踊らされない事項を持つために、うんはい、例えばじゃあ郊外に、はい、まあ郊外に行くこととネット社会から離れるということは全然別にイコールではないような気がするんだけどもなんとなくこう自然に行くと、うん 少しだけ携帯電話を置いておける自分も見つかるじゃないですかですです。はい、かと思います。はい。私なんかその自然に行くと感覚、それこそさっきおっしゃってた、うん、その五感っていうものをどうしても使わざるを得なくなる。目の視覚情報だけじゃなくってその香りだったりだとか。 こう聞こえてくる風の音だだったりだとか,なんかそういういもっともっとその自然の,あのこう刺激っていうのは全身を刺激してくれるなと思っていて、うん、でその感覚っていうのをこう失ってしまうと人間性を失われるっていうかある意味そうあの想像力だったりだとか,なんかそういう,あのこうエネルギー自体がこうシュリンクしていっちゃうと思うんですけどやっぱり自然に触れて自分のこう原始の部分っていうのをこう常に ある程煮たきしとくっていうかそういうふうにすることでそのデジタルに何て言うのかな凌駕されないというかで自分自身の自分の軸で歩いて,くていく。 自分の人生切り開いていくみたいな,なんかその力強さってデジタルからちょっと出てこなくてやっぱりその自然の中だったりだとか命のつながりだったりだとかセンスオブワンダーだったりっていうところからしかなんかこうのはすすごい感じます今ふと思いついちゃったからあのこう予定調和ではない感じで為末さんに聞いてみたいんですけど一方でねテクノロジーによって人間の身体性の 向上ってててて結構実現るじじゃゃななないかなっていいいかかっっうに思っていてまあ科学的トレーニングとかあるじゃないですか,か一昔前って例えばオリンピック選手あの黒人の方ねアフリカ勢がマラソンめっちゃ速いとかそれはいつも自然環境の中で素足で走ってたからだみたいな昔ね素足で走って金メダル取った選手もいましたけれどもでもそこに対してこうテクノロジーが進化して科学的にこう身体性をこう向上させていくっていうこともなんかやっぱすごい。 面白いなって思ってるんですけれども、あの今まあ、スポーツ業界なのか、えー、と人間のね。その身体性みたいなところにテクノロジーってどれぐらい重要だというふうに言われ言われてるんですかね。あ、ありがとうございます。多分、今の問いはその人為的に、うん、あの人間をどのくらいまで開発できるかっていうことじゃないかと思うんですね。うんうん、まあ禁止されてるので、いくとドーピングで、うん、そうじゃないにしてもいろんなものがあるんですけども。 ちょっとだけあの回り道しながらお話しますけどその人間らしさって何かっていうのをもし人間をその他の生物と一緒に比較するともう人間が他の生物と極めて際立った特徴なのはいいいろいろでできるっていうことなんですよねうん、うん、馬は木に登れないし魚は陸に上がれないんですけど人間は一応全部できると。でその裏返しななんんですけどこんなに 何人にも特化してない存在はないんですよね。<laughs> なんかいろいろできるんだけど、攻撃にはめっちゃ弱いわけですよ。皮膚とか <laughs> 柔らかいし、もう全然ダメだと目も悪いし、だけどでもいろいろできるっていうのと、まあとはなんか協力できるっていうのがあるんですけど、そう考えると科学でスポーツ選手をどんどん特化していくってことは結構人間らしさを失う方向なんですよ。つまり走れることしかできない方にもう勝っていくっていうのにちょっと近い。 ここととなななんんですねなんか微妙なとこなんですねだから選手村とかに行くともう全然選手の体型が違いすぎてあのもう走れるんだけど泳げませんとか泳げるんだけど走れませんとかそういうのがあってなんかちょっと人間らしい,いろいろできる人間らしさとは違う方向に行っちゃったりみたいなのもあったりするんですね。であの話はもといいお話ししてるとこで行くとしたらやっぱりテクノロジーが人間を変える時に。 あのいい方向と悪い方向があるとして悪い方向はなんかある形に自分を持ってっちゃってもうそれ以外できなくなっちゃうような進化ともう一つはなんかその都度テクノロジーを使いながら新しい自分になっていけるって何かちょっと柔らかさを保った状態があってまあ僕の体がハードル以外も飛べませんってなっちゃうとなんかそれって人間としての進化なんだろうかみたいな感じするじゃないですか。 勉強して建築ができるるようになるとか,なんかそういうその都度なんか生まれか柔らかくていろんな形になってきるっていうようなでそれがまあテクノロジーとか知識によってまあどんどん変わってきるっていうのが可能性なんじゃないかなって気がするんですけどね。なるほどねあそれでちょっとなんとなく今日聞いた話があれなんですけどの今日ね恵比寿にゴールドウィンさんが新しい拠点作られたじゃないですか昨日グランドオープンだったのかな そうでですねあの昨日がプレイプ,プレオープン今日が、はい、グランンドオープンそう今日ちょっと朝このセッションがあるから見とこうと思って一番新しく何をコミュニケーションするんだろうかってまあさっきのねあの都市の中にある拠点っていうのは人に物を売るだけではなくてある価値観をに気づかせてくれる拠点なんじゃないかと思ったんですけど遊び場がね期間限定ちょうどこの SIW やってる期間中に、えー、と用意されていてでそこの担当してる方にちょっとお話聞くことができたんですけどこうスポーツを遊びに開放するっていうあのことを おっっしゃってたんですよねでそれがすごい面白くて今の為末さんの話でいうとスポーツに特化していくと人間が人間らしさを、まあ、失うとは言わないけれどもいびつな形であの、まあ、それを進化のプロセスと呼ぶのかもしれないけどあのになっていくところ一回遊びに解放すると全ちょっとなかなかまあでも中学生の子供は多分遊べないんだけど <laughs> そうだね。 そのスポーツを遊びに開放するっていうのはなんかとっても素敵な発想だなと思ったんですけれどもその遊びの価値って矢野さん、子育ての経験からでもいいんだけれどもででしょうねそうですねねそす今、あの会社としてもプレイアースというワードを掲げているんですけれどももともとスポーツウェアのメーカーではあるんですけれどもそのスポーツの起源が地球自然の中での遊びだったということで、うん、やっぱり今、あのおっしゃったように。 あ本当にその地,球地球の中で遊ぶことでこうスポーツがあの発展してきたこともありますしまあ逆にそのですかねスポーツをしている人がこう遊ぶことで本当にただの競争ではなくてなんかより人間的なあの営みができるのかなというふうに思いますね為末さんはねあの今、ゴールデンウィーンドの。 社外役員もうそ,そうなんですよ実はこステルスで入り込んでましたけどゴールデン・インサイドとして <laughs> <laughs> はいそのプレイアウズのコンセプトをまあ作る時にパークの,あのコンセプト設計もやられてるっていうふうに聞きましたけどもどんなことをあの意識してプロジェクトを設計したんですかあ,あ,あのま,あまさにそのでもスポーツスポーツの語源がデポルタールっていうものなんですけどそれは会社の名前会社の名前なんですよ 歌を晴らすとか、えー、と日常から離れるっていう意味合いで当時は歌を歌うとか詩を読むっていうのも入ってたんです、うん、で多分、まあ、ある種の表現活動っっってていうんんですかかねだったんじゃないかって気がすするんですねでそれがまあ競技スポーツみたいなのも増えて、まあ、僕がいたような世界があったんですけどでもここに来てオリンピックの中にある競技で一番多くなってきてるのがサーフィンとか ボルダリングはまあそういう形式になってますけどもともとをたどると自然環境の中でどう適応するかっていうゲームがスポーツ化してるんですよだからまあプレイヤーズなんですね要するにでプレイヤーズ的競技が増えてるんですよスタジアムの中にあるある種の作られた空間の中の勝ち負けってまあすごい大きく言ってしまうとある種の陣取りゲームを模したものがそういうバスケットもサッカーもそうなんですけどもまあこれはこれで。 プロスポーツとしては存在するんですけどでも日常的にトレイルランニングとかそういうものっていうのは比較的自然空間の中で,でこれってオリンピック的な思想とちょっと相性が悪かったんですねなぜかっていうと我々の世界は公平性っていうのは非常に重要で、うん、さっきの波と今の波は一緒なのかみたいな <laughs> ことを気にしちゃう世界なんですね、うん、でももういいんじゃないのみたいな感じの空気がやってきてるのが。 まあスケボーもそうかもしれないですけどちょっとそういう空,間空気がきててだからオリンピック競技自体がプレーによっていってる感じですねコンペティションから若干まあそれがなんかあのスケボーでなんかこうチャレンジした子を称えるみたいな空間にもつながってるんだと思うんですけどまあそんな感じでまあいろいろそういう風景を見ながらみんなで議論しててまあ確かにこれはプレーの時代じゃないかみたいな。 そんな感じでしたか、ね、今の面白いのはちょっと僕サーフィンやってたんですけど確かに公平であるかどうかっていうのは非常に微妙なところで潮の満ち引きでね環境変わっちゃうからあ<ー>あのその5分間とか10分間の中では公平かもしれないんだけれどもかなりねあの安定しない不安定な環境なんですよねこれはなかなかそれ面白いわ。それに対して、まあ 合わせるっていうんですかね自然環境に合わせるっていうそのこと自体をまあ面白がりましょうみたいなそんな感じだと思うんですけど、ね、かといってちょっと嫌なのは、うん、あのインドアサーフィンになったらちょっと嫌ですねあ <laughs> あの人工運営を注いそうでねそうそう <laughs> だからあのオリンピック的にサーフィンに行くのか サーフィン的にオリンピックが変わるのかっていうとなんか校舎の方がまあ多分豊かさが出てくるんじゃないかと思ってちょっとそんな空気ある気がしますけどね。なるほどねなんか最近ねすごく目につくのは新しいスポーツがどんどん生まれてくるなっていう感じありますもんね。そそれががが特にほらレッドドブブルみたいいななななランドがいろん人人間的な人間的できそうなことを なんかスポーツ化していたりすするじゃないですかああいうのここ10年15年ぐらいなんですかねなんかすごく目立つなと思っていて新しいカテゴリーがまあオリンピックに選ばれることは全てではないかもしれないけれどもねえなんかそれもでも実はテクノロジーの上になんか成り立ってる気がしていてサーフィンって多分あのビフォーインスタグラムの時代だとオリンピック種目にならなかったんじゃないかと思うんですけれどもめちゃくちゃ映えるから。 みんなどこで何をやってるかよく分かんない人たちのなん,かなんで冬に海行ってんのみたいな見られ方してたと思うんだけどでもああやってあ,のある瞬間の,あの芸術性とかっていうのがこうそれこそインスタとか YouTube とかでみんなの目にこう触れるようになったことで市民権得ていくみたいなのはねちょっとあるかもしれないからテクノロジーがこれはもしかしたら人をそういう方向にねあの気づかせたとかねなんかそういうふうに言えるのかななんていうふうにも あの思いますけれどもちょっとねあのそろそろ終わりの時間に近づいてきたので少しだけあの修練させていきたいんですけれどもこれからのねあの僕たちが生きる社会でいろんなこうテクノロジーがこう実装されていって多分自動運転にもなると思うんですよで荷物はドローンとかで運ばれてくるように、まあ、なるとも思えたりもするしもしかすると街中その辺にこう空中にいろんな情報が浮かんでいて全く迷子にならなかったり。 あの快適にに過ごせるるようななな時代になるかもしれないしれい農業だって人間がやる農業と人あのできない人がテクノロジーのサポートを受けてえと農業生産にこう携わることができるような時代も来るかななんていうふうに思うんですけれどもそんな中で人間が人間としてするべきことというか文化的な生き物として文明を発明するのも人間なんだけどその上で文化的な生き物としての自立性を保っていくためになんか必要な価値観とか。 こういう意識に向かっていくといいなとかこういうふうにテクノロジーを使えるといいんじゃないかみたいなことをちょっとみんなから聞いてみたいなと思うんですけれどもこれどうしようかえでやだ最初えじゃあ為末さんに行こうかなめっちゃ器用だから <laughs> <laughs> いやそうですねでもまあ一つはやっぱり人間らしさってなんだろうっていうのはすごく考えてる時なんだと思うんですよね。<うん S 2> で,でも 発展という方向はまあなんか合理化とか効率化も行われているという感じだと思うんですけどやっぱりじゃあ機械が一番苦手なことって何だろうかって考える時に、まあ、機械に意識はあるのか問題というのがあって要するに機械はそれを夕日をきれいと感じているのかって確かめようがないんですけども、まあ、感じられるのかもしれないですけど僕はまあ多分それは人間の持っている大きな特徴なんじゃないかと思うんですね。だから もうまさに感じて感動して感情が揺さぶられるっていう,もうこの領域あたりだけが人間のすごい聖域になっていくんじゃないかと思っていてあらゆることもその合理的にとか効率的にっていうものはまあどん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 ある種の何て言うかな機械に任せていくとどん,どん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 進んでいける方向だと思うんですけどなんか逆の側のところが希少性が高くなってくるとまあ結局感じる。 まあでも冒頭に教えました感じるっていうところがやっぱり人間らしさの一番大事なとこなんじゃないのってなりそうな気がするんですよね。で僕はまあ逆に言うとそういう社会の方に生きていきたいしそういう社会の方に子どもを放り込みたいなって思うんですけどね,ね。ちょっと矢野さん にもも聞いいいてみたいなと思いますけれども少しだけだろうな話しやすいあのキーワードで言うとどんな未来を子どもに残したいかということなんですけれどもどんな未来をこう子どもたちの世代に残して今ね僕たちのやってる仕事っていうのは多分そ,その世代に向,け向かってつながっていくことだと思うんですけれどもどんな未来を残してていいきたいと思ってますかそうです、ね、私はやっぱり自然環境がすごく好きでやっぱり自然の中に自分自身が入った時の あの感じることっていうのがやっぱり都市とかデジタルでは感じえないことをやっぱり全身で感じることができますし本当に大きな存在を感じさせるような本当に私は山登りとかすごい好きなんですけどやっぱりそういうものがあるのでやっぱりそういう雄大な自然環境っていうのはま絶対に子どもたちにも残していきたいなと思いますし。 やっぱりそのテクノロジーの進化によって本当に例えば誰かのインスタを見てあの自然の中に行きたいな私も行きたいなと思うこともできますしさっき自動運転の話されてましたけど私車運転できなくて自然の中に行くのにはいつも本当にお願いだから連れて行ってって言わないといけないのでもしそういった技術があればなんかそういったところにももっと行きやすくなるなって思ったりするのでなんかそういうことを叶えるためのツールとしてなんかデジタルをこう,うまく。 利用というか活用しながらなんかそういった人間的な営みを叶えていきたいなっていうふうに思います、ね、なんか矢野さんとあの事前でねあのお話ししたきに僕はなんか矢野さんの仕事に向かう姿勢のキーワードの一つにこう優しさみたいなものがあるんじゃないかなっていうのを感じ,感じたんですよ別に褒めてるわけでもないんだけど初めて言われましたあの,あの、はい、すけど <laughs> その優しさの一つとしてねあの僕この「エビス」で見たこのグリーンバトンっていうのはなかなか素晴らしいなと思ってあれもなんか立ち上げられた要はアップサイクルあの子供たちってやっぱ服着るけどすぐ大きくなっちゃうからワンシーズンで着れなくなるじゃないですかあれをただ古着として売るんじゃなくてもう一回リメイクしてあの誰かの手にこう渡していこうっていう取り組みなわけですよねこれは何に対する優しさかっていうと物に対する優しさとあとは地球環境に対する優しさっていうのが両方あって。 なんかそういう人からあとマタニティもやってるわけでしょマタニあのなんだっけノースフェイスでマタニティダウン見て最初ね聞いてもよく分かんなかったんですよね、まあ、別に大きめ買ってきてりゃいいじゃんなんだけれどもなんかよくできててここにカンガルーみたいになってるダウンとかが売っててあれが、ね、日本人の優しさから生まれたっていうのはなかなかねあのほっこりしたんですよねあれはい、いつ立ち上がったんでしたカテゴリー、うん なんですけれどもやっぱりもともとすごく自分自身も妊娠出産を経験して、うん、こんなにも大変なのかと、まあ、いろんなことが制限されて思ったので、まあ、そういう新しい挑戦をする女性をサポートしたいなという思いからあのアウトドアで培った機能で負担を軽減したいなっていうコンセプトでスタートさせたラインになりますなるほどねなんかああいうのが日本から生まれてこうグローバルブランドだと思うんだけど世界で売ってないって聞いたから日本だけです ねえちょっとこう日本人ここに日本人の優しさありみたいな感じになるとねよさいいなと思ってるんで応援したいなというふうに思いますけどさて岸さん十分考える時まあじゃあ矢野さんと同じでいいんですけど <laughs>、うん、どんな未来をねあの僕たちは次の世代に、ねはい、あの文化として残していくべきなんだろうかっていう質問だね。うんはい まあなんか真面目な話をすると、うん、今私あの環境省のアンバサダーをやっていて、うん、でそこでまあライフスタイルの提案というのをしてるんですけどでそのキーワードは 4S って言ってシンプルスロー、えー、スモールセルフラブ。 うん、この4つの S というのを大事にした生き方そしてものの選択っていうのをするとちょっとずつ未来は明るくなるっていういいです、ね、ふうに、うん、あの思って、まあ、そのラボを立ち上げて、うん、まあいろんな会社のあぜひいらしてください <laughs> あの企業の方々とかと話し合いしながら自分でできる 4S だったり、えー、と会社の中でできる 4S っていうことをあの、まあ、実践していこうっていうラボなんですよね。 でそういう大人がたくさん増えて行、まあ、けばもちろん未来は変わっていくしなんかもっともっとあの遊んんだらいいと思うんですよねテクノロジーはあの、うん、機械にお任せして、うん、あのもっとこう感じることとか遊ぶこととか,なんかそういう,こう一個一個本当に今みたいなものを本当にマインドフルに今を感じるっていうことって。 もう私たちが肉体を持ってる100年にしかできないことなので,、うん、でそれをあの人間としてこの地球っていう場所に生まれたんだったら、まあ、存分にそこで遊んで本当プレイアースして、まあ、天に帰るみたいな感じ、うん、でそれを見せていけば子どもたちもあなんか大人楽しそうだなみたいなもう楽しい未来が待ってんのかなみたいな感じに なるほどねと思いまそういう背中を見せるってことねそういう未来を残していくってことね、うんうん、僕はなんか最後にまとめ的にお話しさせてもらうんですけどこれいろんなところでよく言うんですけど人間って他の動物と最大の違いはあのさっき為末さんおっしゃってましたけどめちゃくちゃ弱い特徴点のない生き物なのに食物連鎖の頂点に立ちましたとで生態系をいじるっていうところまでやっちゃいましたっていう。 話でその食物連鎖の頂点にあの立ったキーファクターは何かっていうと知性なんだと思うんですよねで、僕よく今ディープラーニングとかね人工知能って言うけどそれはパターン演習した先になんとなく正解はこれかもしれませんっていう答えを出してくれるんだけれども知性っていうのはまたちょっと違って知能と知性ちょっと違うと思ってるんですよだからその知性を意識して生きることが あの楽しいっていう未来を残したいなっていうふうに思っていてすごく意識させたいのはねとにかく食物連鎖の外側に行ったんだからこの生態系を守っていかないとすごいセンスオブワンダーできる場所も減っていってしまうし機会も減っていってしまうし何のために生きてるのか生かされてるのか分かんなくなっちゃうよねっていう価値観をどうにかして子どもたちに伝えたいななんていうことを思っていて今回「プレイアース」ってすごい面白いシンプルでシンプルで強いあのキーワードに出会えたんで。 なんかね僕はね生活空間で言うと公園をプレイアースっていうコンセプトで再デザインするような機運が高まっていくといいんじゃないかなっていうふうに思っていてこれやっぱね公園空間直すの行政予算だとなかなかできないんであの企業がそこに投資してくれるといいなと思っていてまあこういう僕はね公開の場で企業の人たちに約束をさせるっていうのが趣味なんですコミットさせるっていうのが趣味なんですけれどもなんかちょっとそんなプロジェクトをね SIW きっかけに渋谷区からスタートできるといいななんていうふうにあの思って ずずず賛同票をねあのみんなに入れていただいてみんなで公園をこう地球で遊ぶ空間に変えていくっていうあのプロジェクトをやってみたいななんていうふうに思いました食べられるこうエディブルパークとかねいいよね はいということであの時間がやってきてしまったんですけれども SIW アイデアをみんなでこう交換しながら価値観を交換しながら具体的なプロジェクトを作っていこうということであの毎年やらせていただいてますのでぜひこの縁でこのメンバーで仲間を巻き込んでね新しいプロジェクトを作れたらいいななんていうふうに思ってます。今日はどううもありがとうございました